レスタースクウェアレスタースクウェアは、ロンドン中心部ウェストミンスターク、ウェストエンドにあるスクウェアである。広場周辺の地域を指して、レスタースクウェアと呼ぶこともある。周囲には、劇場、プレミア公演が行われる、映画館、レストラン、ナイトクラブなど、娯楽施設やラジオ局や MTV のスタジオなど、メディア企業が集積している。ロンドン地下鉄の最寄り駅は、 レスタースクウェア駅。シェイクスピア像レスタースクウェアは、ロンドンの中心とも言える場所の一つ。この広場の南に、トラファルガー広場、西にピカデリーサーカス、東にコベントガーデン、北にケンブリッジサーカスがあり、広場から、それぞれ、約350メートルの距離である。また広場のすぐ西側は、チャリングクロスで、広場とケンブリッジサーカスの間には、ヨーロッパ最大級の中華街がある。 歩行者専用のこの広場は一年中、人の往来が激しいが、クリスマスシーズンに移動遊園地が設置される頃や、大晦日、そして中華街が最も活気に満ちる春節には特に賑わう。広場の真ん中には小さな公園がある。この公園には、この場所に縁がある著名英国人の彫像が設置されている。公園の中央には、シェイクスピア、 公園の四隅にはこの広場周辺に住んでいたニュートン、ジョシュア・レノルズ、ジョン・ハンター、ウィリアム・ホガースの像がある。また1981年にチャールズ・チャップリンの像も追加された。公園には大英帝国の植民地への距離を示すモニュメントも設置されている。広場の周辺にはイギリス最大規模の座席数を備えた映画館が複数ある。中でも有名なのは オデオンシネマズで、ハリー・ポッターなどの映画がここで封切られている。周辺には多くの劇場があり、ミュージカルも多数上演されている。公演前には、チケット販売店もある。1750年頃のレスターハウスと、広場1880年頃のレスタースクウェア。レスタースクウェアという名称は、17世紀の中フランス英国大使のロバート・シドニー。レスター伯爵に由来する。 17世紀前半まで、ストリートマーチン・イン・ザ・フィールズ教会の敷地だった、この場所に1631年、伯爵は許可を得て、邸宅、レスターハウスを建てた。ところが、もともと公共の土地だった場所を掘りと塀で覆ってしまったために、困った教会関係者が国王チャールズ一世に訴え出る。国王は、審議の結果、邸宅はそのままに、 デイリー自由の土地に戻すように命じた。以来、17世紀と18世紀の大半、フレデリック・ルイス英国王大使など、その時々のレスターハウスの所有者と共に、この場所は、高貴な場所とみなされていく。18世紀後半、産業革命の勃興とイギリスの急速な発展と、共に、この場所も高貴な場所から、娯楽の場所へと変貌していく。 レスターハウスも1792年に取り壊された。その後、1848年、タク・ブイ・マキシーという裁判の中で、レスタースクウェアは注目を浴びる。裁判は、過去において建物を建てないことを条件に売られた土地が、転売された際にも過去の購入者の購入条件は維持されるべきか、というものだったが、その土地こそが現在のレスタースクウェアだったのだ。 コットナム伯爵が下した判決は、購入者は条件付きながら、全購入者の約束に束縛されるというものだった。このような論争に巻き込まれた広場は1874年、アルベルト・グラントがこの広場の土地を買い取り、広場も整備した上で、すべて首都公共事業委員会に寄付した。以降、レスタースクエアは公式に公共の土地になり、娯楽産業は20世紀中も集積し続け、 21世紀に至っている。ありがとうございます。